探し物を簡単に見つける方法。ついうっかり物をなくしたり置き忘れてしまった経験ってありますよね。そしてそういう時に限ってなかなか見つからないものです。そんな時は視線の移し方を工夫してみてください。部屋を見渡す際、視線を左から右ではなく右から左へと移します。普段と真逆の動きをすることで細かな点に気づきやすくなるそうです。2. あくびの止め方。あくびをすることは悪いことではありませんが、タイミングってありますよね。例えば人と会話をしている時など、今は絶対あくびをしてはいけない時と思ったら、歯を食いしばるのではなく上唇を舐めましょう。そうするとあくびで使う筋肉を先に使うことになるため、ピタリと簡単に止めることができるようです。不自然にならない程度にやってみましょう。3. アイデアを忘れない方法。お風呂でシャワーを浴びる時などにふといいアイデアが浮かぶことはありませんか？これは脳には何もしていない時だけ神経細胞が活発する領域があるからで、この活動をデフォルトモードネットワークと呼んだりします。ですが、せっかくのアイデアも時間が経つと忘れてしまうことも少なくありません。そうならないためにも、トイレやお風呂の周りにメモを置いておくと良いでしょう。すぐに書き留めておけばせっかくのひらめきを逃しません。